の金庫室に何があるのかについて考え始めてるもしその辺なんかに死体があったらどうなるあんたとボッビーの間にどんな戦いきさがそうだな彼女は俺のじいさんが俺の年の頃に一緒に働いていたと言っているグッドネイバーのバーで俺に詰め寄って俺が死んだ友達に似てるって言い続けた彼女を信じるわからないでも彼女らがやった狂った盗みの話を全部聞いた本当であってほしいわかるだろ 彼女がしなければいけないことは頼むことで俺はここにいるメルあの金庫室に何があるのかについて考え始めてるもしその辺なんかに死体があったらどうなるここは迷路みたいだ正しい道を進んでるのかはわからないボッビーに地図や図表なんかを欲しいと頼んだ彼女はいつもメルストレートに行くんだから地図はいらないってストレートに行く これは4杯飲んだ後に激しい雷雨の中で曲がったライフル銃を撃つ俺みたいにストレートだポッピー靴下が濡れたみんなダイヤモンドシティの金庫室の真下にいる本当にこの場所で会ってるのか地図を見るとダイヤモンドシティはここよりもう少し北にあると思う間違いない もしはボスを信用したらどう本当のことを言えボッピー俺たちはどこにいるダイヤモンドシティの金庫室の下それを言うのはこれが最後でもそこに行く方法がまだ必要よメールロボットはここで動くと思うこの場所を見ろ地盤がほとんど崩れているソーニャで一度爆破すれば上にある床が落ちるのは間違いない じゃあそうしましょうこんなの部屋には欲しくない地盤も全て崩壊するいい考えねじゃあ次はみんなで全部取り除こうソーニャー最大限の力で爆破する準備をしろ そのパワーアーマーから出てくれないかわかったしっかりしてメルこんなものこれ以上どこにも必要ない金庫室で手に入れた化石で他のロボットを作れる ゲームのことを考えてメルあの金庫室に何があるのかについて考え始めてるもしその辺なんかに死体があったらどうなるいいロボットだなとても役に立つありがとうソーニャみたいなアイボット手に入れるのは簡単じゃないソーニャはある日あのゾッとするような古い非常放送のアナウンスを響かせながら道を横切っていった運命か何かみたいだった しまったハンコックが計画に気づかないと本気で思ってたの一杯食わされたのよ、ボッピー。盗めると思ったの耳を貸さないで。ハンコックと何の関係があるんだそう、それよ。メルが思ってた通り、ここはダイヤモンドシティの金庫室じゃない。それについてまだ見当がついてないよね。いいわよ、花梨さん。あなたたちは。 ハンコックの金庫室に入っただけそうよハンコックグッドネイバーの市長よくそ、ボッピー聞いてこれは予想外のことだって分かってるでもまだ山のようなキャップが関わってるんだよ彼女をやっつけるのを手伝ってそしたら全部私たちのものを俺たちが盗もうとしていることでハンコック奴に恨まれることになる反対 あなたのトンネルに戻ればこのことは一切忘れることができるどう思う頼むよ、ボッピー。今引き上げれば俺たちは死なずに済む。ついてない、確かに。諦めるようなやつじゃないけど上を行かれた時はわかる。行こう。ありがとうブルー、どうしてちょっと時間ある,るかかどうかしたいや、まあ大したことじゃない。 ナットについてて言ってくれたこと頭の中で何度も何度も繰り返してみて正しかったんだと思った家族は本当に貴重彼女に二度と近づかなかったら彼女はどんな人生を送ることになるだろう人生にはナットと新聞しかないそんな気分に時々なるんだ大切な人あなたのような人がいてくれるのは大きな意味がある 詮索好きなレポーターに付きまといたいと思う人はあまりいないからみんなに露骨に避けられたのかえっとうん友達作りのために新聞の仕事を始めたわけじゃないってこと間違っているように思えることを正したいだけナットと一緒にダイヤモンドシティに着いた時間違ってることがたくさんあったんだ不正直なガード質の悪いインフラ 外壁に穴が開いてて書棚で塞いであった書棚一つでそれだけ他の何よりも自暴自棄な行動として新聞の仕事を始めたすると変化を求めている人々が他にもいることが分かった何度か半を重ねてから人々は同意はしてくれなかったけれど耳を傾けてくれた事態はよくなったようだな町の <laughs> 自分のは最初に発売された時はとうとう価値のあることをやり遂げたような気分になったでもそれから事態はどんどん変わっていったみんな前みたいには話してくれなくなった一夜のうちに友達のパイパーから覗き回る詮索好きのパイパーになってしまったんだそれ以来大勢の人たちが前と同じようには接してくれなくなった たった一人大切にできるのは妹だけそう思うようになったもう一人ここにいるだろパイパー分かってる他の人のようには恐れないでいてくれるこれまでやってきたことの中で新聞が最高の業績だと思ってきたでも今ここにいると分からなくなってきたブルー長い間あなたのような人を必要としてた 本当に出会えるとは思ってもみなかったけどだからありがとう大切な友達でいてくれて友達以上になりたいように聞こえるななあだからそんなふうに考えたことが全くないと言ったら嘘になるけどいつもそう考えてるわけじゃなくてブルー私はやかましくて厚かましくていつも収拾がつかなくなってる人間だよ そんな奴をあなたのような人がどうして求めるパイパーそつなく振る舞わなくていい最高の相手だと思ってる最高それは新鮮だなえー、っとそうそっちこそ最高だよあブルーなんて言ったらいいのかわからないけど今まで求めてきたものすべて それがあなたさあ行こう世界をまたせっぱなしにしちゃいけないあなたは正しいことをした迷惑をかけてすまないボスは分かってくれるあなたは自分のしていたことを知らなかったんだからこれ受け取って正しいことをした記念にあなたが誠実だと知ったら ハンコックは嬉しいと思う。ご機嫌伺いなら自分で行った方がいい。ハンコックには気に入られた方がいい。信じて。 こ,こそ兄さん。ボルト八十一について話してる関わってる問題がそこにあるボルト八十一について話してる。関わってる問題がそこにあるボル隔離とかそういうやつか。ああ、ハンコック。まあ、ボッピーに騙されてなかったら、もっと良かったが。ほら金を守ってくれた例だ。 ポッピーに歯向かってくれたのはいい判断だった悪かったいろいろとおいグッドネイバーだぞ悪い感情はない聞いてくれこの高級三角帽子に押しつぶされそうなんだ俺はどうなってしまっている暴君になってしまったか数年前なら 喜んで一緒に働いていたような人間を殺しまくってる休暇が必要だ一番大事なものを取り戻さないと自由に生きるってことグッドネイバーを離れるのか市長だろうあ市長は市長だいてもいなくても何度も出て行ったことがあるそうすることで正直でいられる 権力に考えを犯されたくないグッドネイバーを逃走するっていうのはそういうことではないはずだ旅立つなら一緒に来ないかああそうしたい厄介なことになるとしてもお前とならいいまずみんなと話をさせてくれ知らせてくる おいみんな集まってくれ聞いてもらいたいことがある慌てないでくれごゆっくりどうぞみんな俺には休暇が必要だこの怖いもの知らずのリーダーはもう一度外に出ていかないといけない泥まみれになって 殴り合うってことがどういう感覚か忘れる前に行かないでくれハンコックここにいてくれ心はいつもここにいるよ兄弟グッドネイバーとは切っても切れない関係だでも情熱的な恋愛と同じように時々は別々に過ごさないといけない冷静になるんだ 自分が誰かってことを思い出さないといけない。だから出ていく。私はまだ市長だし、必要とされた時はまた来るが、安全な生き方をするのはもうやめないといけない。誰しもわかっている通り、権力を持った人間が長い間アグラをかいていていいはずがないからだ。さあ、 連邦で一番の町はどこだ自由に生きられる場所は裁かれることなくグッドライバー人民のための人々の心に刻み込め韓国それで もう歩き出す準備はできているのかまだ一緒に旅をしたいのか我に七難八苦を与えたまえってなそうしよう決まったなそれが連邦で二番目に嫌いな市長でなければね